おい、殴るぞ、おら。あ、ちょっと、人とアンドロイドは分かり合えないみたいですね。滅ぼすか。こんにちは、アンドロイドです。買ってください。おじさんに買われたらちょっと殴っちゃうかも。お姉さん、代わりに何か持ってますね。ちょっと代わり持ったらいいでしょうか。トトさん、ちょっとついてきてもらっていいですか。めっちゃでけえゴミ見つけたね。なんだこれ、ティッシュ。あ、これ変なのだな、書いてあるわ。ちょっと待って、見なかった、本当に。アンドロイドとやる方がマシ。全然内容が違う。偽装エロ。イエーイ、頑張ってくるよ。こっち見えてる。チンアンド、おお、なんだ、めっちゃ泣いてる。はい、なんすか、なんすか、なんすか。まさかアンドロイド。さあ、奥さん。やらかしたのか、奥さん側が。それって、おい、殴るぞ、おら。あ、ちょっと待って、どけちゃった。なんか、やっぱり人とアンドロイドは分かり合えないみたいですね。滅ぼすか。な、ちょうど袖も整えてるし。これは？あれ、コナーは？はい。こんにちは、アンドロイドです。こういうのが欲しかった。買ってください。あ、こんにちは。はい。なんか嫌な人だな、嫌な人だな。ちょっとごめん、嫌だ嫌だ。あなたは嫌だな。なんか嫌だな。なんか嫌だな。服がちょっと嫌だな。あ、何もわからないけど、おじさんに買われたらちょっと殴っちゃうかも。私はカーラ。カーラと言います。あ、ネキなんだ。そう、デトロイトってさ、なんか映画とかでも治安悪い扱いされるよね。あれ、俺は何なんだ。あれカーラじゃないぞ。ちょっと気になる。新聞を、ん？アンドロイドの秘密。ちょっと、いかが違うかも。ちょっと、パンされたら怖いな。いや、ちょっとそんな気つまんねえって。おい。あ、これ。さあ、おっさんやん。これで終わり？いかがわしくなかったね。あ、なんだあれ？あ、俺これ読んでたんだ。そら、失礼。このアンドロイドポンコツかもしれん。あたしポンコツアンドロイド。よろしくね。おい、デートかよ。邪魔とかできないのかな。カップルの間に割って入るアンドロイドとして俺は生を受けたいけどな。魂の宿らぬ生命だ。そんなもの、何の話してんすか。何の話。ちょっと気になるな。いつも見てます。今も見てます。企んでいるのだ。罪のないものを言えなく伏して狙うのだと。でも隣人愛せって言いますよね。アンドロイドってあんたの隣人なんじゃないですか。でもそのアンドロイド作ったのは人間なんだよな。こんにちは。正体は知っているぞ。はい、全てお見通しだ。いかつい顔で見てるな。者どもを呼び寄せる存在。貴様がデトロイトを崩壊へと導くことになるだろう。何も刺さってないし、ちょっと気まずかったものだったらね。バスで移動。お姉さん、代わりに何か持ってますね。ちょっと代わり持ってないでしょうか。1ドルでいいんで、1ドルで。なんだよ、してたんだ。あ、めっちゃギター弾いてる人いる。ヒューマンミュー、人の音楽ってこと？イエーイ。1ドルって書いてあるけどな。ディフー。ディフまだ聞けるんじゃない？ずっと金要求されてんだけど。ダメですね。金払えないって。お前がいなかったせいで家は荒れ放題だ。こんちもる。とりあえず家事と洗濯と料理と。まあ、無尽蔵のエネルギーが存在するからね。それから？たくあのクソガキどこに来やがったんだ。お口が悪いですわよ。クソジジイ。カーラ。はい。トッド。ビールを持ってこい。ただいま。ただいま持ってきます。お、もう終わった。ああ、酒？泥水でいいだろ、お前みたいな。
あ、酒ですか。もういくら見えねえだろ。すいませんでした。二度としません。本当にしません。本当にごめんなさい。あ、でも、あ、くっそ。大丈夫。ゴミをゴミ箱にしてる。じゃあトットも捨てた方がいいのか。トットさん、ちょっとついてきてもらっていいですか。ちょっとめっちゃでけえゴミつけたんで。すいませんね。処理した後にいたからね。昔いたわけだからね、ここにね。何からつけたの。あー、どこ行っちゃった。ごめんね。なに。なになんかくれた。チップ、鍵、マーカスって言うんだ。俺もこの家の子になっちゃうかな。まあ、マジで無限の。はい、ここコロンビア。それ。ああ。朝食を食べている間は自由にしていなさい。いいですか。そうします。なあ、ほん、あ、楽器とか足しなんでみる？ちょっとピアノ弾くか。お願いします。じゃあ情熱的な曲言います。ん？下手くそか？下手くそじゃないかもしれん。いけるいける。視線はめちゃめちゃマジだぞ。ちなみに俺スペース押してるだけなんで何もないんです、実は。情熱的だ。これぐらい速くなります。あ、でもなんか様になってきた。どうでしたカール。いつもと音色が違うな。お前には人間よりも人間らしい一面がある。そうかな。お前の才能を見せてもらおう。俺の才能。筆を取って書いてみなさい。笑わないですか。書くって言っても、うん、何を書けば。何でもいいから、ちょっとやってみていいですか。存在しない何かを思い浮かべろ。見たことのない何かが。草原に馬がいます。馬の眉間に何かが生えています。これは角。あ、アンドロイド便所。身だしなみチェックしてる。なんか可愛いな。よし、じゃ行くわ。なんだこれ、ティッシュ。あ、これ変なのだな。書いてあるわ。ちょっと待って、あ、見なかったことに。なんでここで売ってんだ。あ、ごめんなさい、ごめんなさい。顔見るとハンドルが分かるんですよ。ジョナ・グラハム。ちなみにギネス記録で登録されてる巨根の持ち主はね、ジョナ・ファルコンっていう名前らしいですよ。得しましたね。無駄知識が増えました。アンダーソン警部。はい。私はコナー、サイバーライフから派遣されました。助っ人なんか必要ないね。またまた。プラスチック野郎の助けなんて持ってのほかだ。分かったらおとなしくお家に帰る。あんただってズタ袋でしょ。肉ついてるだけのね。ここで待ってろ。いや、我慢す。分かりました。いや、我慢しなくてよかったんだけどな。ちょっと焦っちゃった。あ、でも我慢でよかったのか。それでいいんだよ。待ってった方がいいんじゃないか。どうなんだろう。これ来週ないって言われるかな。待つか、ちょっと我慢するか。で、好感度上がってるからさ、降りたら下がってしまいそうで、なんか怖いよね。なあ、何のこと考えよう。でもちょっと待ちきれなくなってない。ちょっと膀胱パンパンなんすわ。じゃあアンドロイドがやったってことなのかな。いかがわしい店。いかがわしいもんだ。アンドロイドとやる方がマシ。プラスチックに勝てるわけない。何の話してんの。あ、気まずいだろうな、この的にこれ読んでるの。次のページもあったよね。アンドロイド。全然内容が違う。おい、なんでこんな真面目な話になってんの。どっちが正しいんだ。まあ、偽装みたいになってるけど。え、偽装エロ。どういうこと。
うん、でもみんな全部調べてるね。うん、いかがしいやつみんな読んでるね。なぜ殺した？ああ、尋問。会社と何があったんだ？私が尋問してみます。何笑ってんの。こんにちは、自白させましょう。な、イエーイ、頑張ってくるよ。こっち見てる。はーい。あいつ一体何？バカだと思われた。なんか話してんの？俺はろくにアンドロイドのことも知らなけりゃ、携帯だってろくに使いこなせねえってのに。話してんな。みんな手一杯なんだよ。どうせアンドロイドの調査をしたがる奴がいなくて俺に押し付けたんだろうが。傷ついちゃうな。サイバーライフのアンドロイドが捜査に協力してくれる。俺のことだけどな。この最新鋭のプロトタイプがお前の相棒。バディだけどな。私も忙しいんでね。やべ、すいません。あー、忙しい忙しいぞ。おー、なカール氏が亡くなったんだね。アンクさん、こんちゃっすわ。昨夜みたいな殺人事件まで起きてる。よくないことっすわ。これはもうサイバーライフだけの問題じゃない。ほんとっすわ。犯罪として捜査を始め。有能だからしょうがないっすわ。俺はロクにアンドロイドのことも知らなけりゃ、親指で刺すな。使いこなせねえってのに。サイバーライフのアンドロイドが捜査に協力してくれる。協力してやるっすわ。この最新鋭のプロトタイプがお前の相棒。最新鋭っすわ。相棒なんていらねえし、プラスチックの塊なんて持ってのほかだ。見すぎっすわ。そんなに私を怒らせたいのか。お前だってタンパク質の塊っすわ。お前は警部補だろ。この話はもう終わりだ。こっちみんな。少々疑問があります。おい、言葉が強い。アンドロイドの分際で俺に口出しをする気か。さっさとオフィスから出て行け。すいませんね。では失礼します。皮肉言ってない。警部補と和解しますか。まあでも俺が悪かったかもしれないから謝っとくか。ハンク、なんか悪い。俺についてどう思ってます？私について知りたい。かわいい。あ、何？なんだ？なんでお前はそんな間抜けな見た目だ。感じ。私もハンクさんに聞いてもいいですか？社会に溶け込めるようデザインされているはずです。いや、失敗だな。なんでそんなに間抜けそうなんですか？個人的なことを聞いてもいいですか？なぜそんなにアンドロイドを嫌うんですか？なんでそんなアホ面なんです？目撃情報があります。そんなやつ今まで出てきてないよな。俺このシーン知ってるかも。あれ、俺このシーン知ってるかもしれん。じゃあ行きますよ。反応ない。すみません。すみません、反応ないっす。開けろ、デトロイト死刑だ。このシーンだ。